ガディール噴霧の出来事とは、イスラームの預言者ムハンマドがアラビア半島にあり、メッカとメディーナの間に位置する場所である、ガディール噴霧において、イスラーム歴10年ズルハジャ月18日、アリー・ブン・アビー・ターリブを信者たちのワリーであると宣言した出来事を指す。シーアハムスリムの間ではこの日は、イード・アル・ガディールとされ、毎年祝われる。イスラームの預言者ムハンマドは、 生涯最後の八地の大巡礼の木と、共に大巡礼に参加した信者たちすべてを、ガディール噴霧に集め説教をした。その中で、フレーズの一つが、である。ワリー・ヤマウラーという言葉は指導者や信頼できる、友という意味である。また、ウィラー・ヤトという統治を指す言葉と同じ語源からの、言葉である。この出来事そのものは、多少の文章の差異があるとしても疑いの余地がなく、 数多く伝承されている。また、スンナ派とシーア派の両方の原点に記載され、受け入れられている。ただこの出来事を伝える伝承の解釈において、意見の違いが存在する。シーア派はここで、ムハンマドがアリー・ブン・アビー・タリーブを自分の後継者、兄弟として、アッラーの指示として、信者たちに紹介したと主張している。それに対してスンナ派はイエメンで起こったアリーと、 共有たちとの間の不和のためにこの言葉が発せられたと主張している。それゆえこの言葉は単にムハンマドとアリーの親しい関係を示すものであり、ムハンマドが信者たちにアリーと仲良くするように命じたものであり、アリーが彼のいとことして自分の死後は一門の代表であると宣言したものであるとみなしている。ガディールフンムはメッカとメディーナの間に位置し、 恥の巡礼者の旅路上に存在する。雨水が溜まる場所であるところからこの名前で知られるようになった。ガディール噴霧は、ジュフ派とは三内市4キロメートル離れたところにある。ジュフ派は、メッカから6 4トル離れた位置にあり、巡礼の時に、そこで布2枚になる重要な場所の一つである。ジュフ派において、エジプト、メディーナ、イラク。 シリア地域からの巡礼者がそれぞれ別の道を変えることになるのである。ガディール噴霧は水が存在し、古木が立っているところから旅人たちにとっての休息所として古くから知られていた。ガディール噴霧におけるアリーの任命イスラーム歴10年、その翌年にムハンマドは成居するのであるが、ムスリムが住んでいる全地域部族に対して彼がメッカに行って、 恥の大巡礼を挙行するつもりであることを伝えた。その結果、最も多くの信者が参加した行事が挙行され、別離の大巡礼として知られるようになる。大巡礼の木とムハンマドは、ガディールンムで、信者が全員集まるよう命じた。イエメンから参加した信者たちにも違う道から、帰るという理由で免除することはしなかった。メッカとメディーナの間のガディールンムで次の、 クルアーンの節が掲示された。日本語訳、王、お使いよ。あなたの主からあなたに下されたものを伝えなさい。あなたがそれをしないなら、彼の掲示を伝える使命は応せないであろう。神は、人々からあなたを守護なされる。誠に神は決して不信心の民を導かれない。この節が掲示された後、ムハンマドは巡礼者たちを集め、説教を行った。 大人々よ、私は、もうすぐ私の主の、お呼びに応えて、あなたたちの中から去らなければならない。あなたたちと同じように私も生産に呼び出されるで、あろう。あなたたちは唯一でありユニークであられる神の他に、礼拝に値するものはないと証言するであろうかあなたたちはムハンマドは、神のしもべであり、見ついであると証言するだろうか楽園。 地獄の日、そして死はすべて真実であるだろうか放章と復活の日が確かに来る。そして神は大地の中に葬られている者たちを蘇らされることは真実であろうか大群衆は答えた。誠に我々はそれらのことすべての承認であると。聖預言者はこう続けられた。さて放章の日が我々の前に控えている。 あなたたちは復活の平原に死者が立ち上がらせられることを信じ、その日あなたたちはあなたたちの預言者の前に立たされる。私は来世に向かって旅立つので、私があなたたちに残す二つの重大なもの、貴重な遺産をどのように扱うか注意せよ。二つの中のより偉大なるものは神の本である。それは神の御手にあるのと同様にあなたたちの手の中にある。 それゆえあなたたちは誤って導かれないようしっかりとそれをつかんでおれ。二つの遺産の中の小さい方のものは私の子孫であり、私のアフルるバイトである。その二つの遺産は復活の日までお互いに決して話されないと神はお告げになった。おお人々よ、これらの二つの遺産にそっぽを向いてはならない。あなたたちがそれらの二つ、 神の本と私の家族に頼る限り、あなたたちは決して迷うことはない。ここで、聖預言者はアリーを側に呼び、手を取って高く掲げ、アリーのべての性格、特性を集まった群衆に説明して示した。それから神の見使いは尋ねた。大人々よ、信ずる者たち自身よりも誰が、よりよく受け入れられる資格があるだろうかと人々は答えた。 神と神の見使いが、よりよく知っていると、彼は続けた。私がマスターである者は誰でも、今やアリーがその人のマスターである。王よ、アリーを愛する者を愛し、アリーを敵にする者は誰であれ敵としてください。王よ、彼を助ける者は誰であれ、助け、彼の敵を低くしてください。王よ、彼を真理の用としてください。と、 シーア派の主張では、この5セークルアーンの嘱託書を3節が掲示された。日本語訳、今日我は、あなたたちのために、あなたたちの宗教を完成し、またあなたたちに対する我の恩恵を、まっとうし、あなたたちのための教えとして、イスラームに満足したのである。伝承によれば、その後ムハンマドは、信者全員がアリーとベアの中世の誓いをし、彼に、 お祝いをするように命じた。アル・ラーマ・マジュレスイーが編纂したビファール・アル・アンワールによれば、当時の有名な詩人であったヒサーン・ビンサービトもまた、ムハンマドの許可を得てこの出来事についての詩を作ったので、ある。その後ムハンマドは、アンサールと共にメディーナに帰ったとされる。シーア派のムスリムは、預言者ムハンマドがアリーを、後継者と指名した日であるズルハジャ月18日を、 イードアルガディールとして祝う。断食、グスル、ドゥアーヌドバの暗唱信者への食事の提供は、現在まで、この日に推奨される習慣の一つである。イラクのシーア派は、この日をカルバラーへの巡礼によって祝う。イランでは、アブーバクル、ウマル、ウスマーンを象徴する蜂蜜を詰めたペーストリーを作り、ナイフで刺したりするが、このような慣習は後に、 イランの宗教指導者によって否定されている。また、次のような国でも、祝日とされる、インド、アゼルバイジャン、イエメン、アフガニスタン、レバノン、バーレーン、シリア。シーアハムスリムは、欧州、アメリカ、英国、ドイツ、フランスでも、イードアルガディールを祝っている。ありがとうございます。